典型的な動物細胞の模式図、各固定、細胞核、リボソーム、小胞、素面小胞体、ゴルジ体、微小管、活面小胞体、ミトコンドリア、液胞、細胞質基質、リソソーム、中心体リソソームの形成青い三角形を二つ含む灰色の袋がリソソーム。細胞膜表面から取り込まれた、高分子をくるむ固定、または、 ゴルジカラダから出芽した商法として形成される。リソソームは、真核生物が持つ、細胞小器官の一つである。リソゾーム、ライソソーム、ライソゾーム、または、水解固定とも呼ばれる。語源は、リュシス、サムに由来する。生体膜に包まれた構造体で、細胞内消化の場である。内部に、下水分解酵素を持ち、 エンドサイトーシスやオートファジーによって膜内に取り込まれた生体高分子はここで加水分解される。分解された物体のうち有用なものは細胞質に吸収される。不要ものはエキソサイトーシスによって細胞外に廃棄されるか残余固定として細胞内に止まる。単細胞生物においてはリソソームが消化器として働いている。また、 植物細胞では液胞がリソソームに相当する細胞内器官である。リソソームの形成段階は前後2段階に分けることができる。まず、一次リソソームと呼称され分解するべき対象を含有しないリソソームがある。リソソームはゴルジ体のトランスゴルジネットワークからクラスリンにコートされた。 被覆症法として出荷した症法からなり、これが分解するべき物体を含んだ症法に融合した後のものは二次リソソームと総称される。さらに、二次リソソームはいくつか異なった経路で形成される。一つは、エンドサイトーシスに由来する。最近東巨大内物を取り込んだファゴソームやピノソームと呼ばれる細胞膜近辺のより微視的な分子を含んだ人への 生体膜からなる構造と、一時リソソームとが融合し、ファゴリソソームとなり、取り込んだものを分解する。もう一つは、オートファゴソームに由来する。オートファゴソームは、ミトコンドリア等の細胞小器官が古くなった場合、あるいは細胞が、飢餓状態に置かれた時に、小胞体に由来するとされる二重の生体膜がこれを包むことで形成される。 オートファゴソームに一ジリソソームが融合し、一重膜の構造体であるオートリソソームとなった後同様に分解が行われる。二ジリソソームは一ジリソソームと同様にエンドソーム等に融合し、分解酵素の供給源となると考えられている。このように細胞内には様々なリソソームがあり、その大きさ、形状は様々に異なっている。リソソームが含有する。 火水分解酵素群は酸性条件下で効率よく働く性質を持っており、リソソーム内部の水素イオン指数はプロトンポンプの働きによって pH5 程度と酸性に保たれている。このことによって中性状態の他の細胞内区画ではリソソームが含む火水分解酵素は不活性となり不必要な反応を防いでいる。これらの酵素群はグリコシダーゼ、 リパーゼ、ホスファターゼ、ヌクレアーゼなど様々な下水分解酵素からなる。これらは、素面小胞体で合成された後、マンノースが付加され、ゴルジ体のシスゴルジネットワークに輸送された後に、マンノースに、リン酸元が付加される。その結果生じたマンノースマイナス6リン酸は、リソソームに運ばれるシグナルとして、 膜受容体であるマンノースマイナス6リン酸受容体に認識される。マンノースマイナス6リン酸受容体は膜タンパク質であり、マンノースマイナス6リン酸を持つ分子を結合させ、これを輸送商法へ取り込むことによって、リソソームへのタンパク質輸送を行っている。被覆商法は一次リソソームと融合しその酸性環境下でレセプター結合タンパク質を解離する。 その後、レセプターは、さらなる分子輸送のためにトランスゴルジネットワークへと、戻る。魚類以外の脊椎動物の精子が持つアクロソームは、得意なリソソームと考えられている。精子が、卵子に到達した際に、アクロソーム内の酵素が放出され、透明体を分解する。この作用によって精子が、卵子の細胞膜へ到達する通路が形成される。 リソソームの機能異常によって引き起こされる30以上もの遺伝病が存在することが分かっている。多くの遺伝病はリソソームによって分解されなければならない物質が蓄積することによって疾患に至る。ありがとうございます。